消えた。いや、みよさんありがとう。東京ありがとう。東京ありがとう。どうも、韓国に住むごく普通の韓国人、ガッチャンです。5日間も東京に住ましていただいて、未だ気分は帰国ほやほやでございます。おかげさまで早くもガッチャン英語3万部突破記念により、サイン会&トークショーなるものを出版社の角川さん、そしてブックファースト新宿店さんに主催していただきました。ありがとうございます。聞くところここ数年でサイン会というイベント自体がかなり希少になってきた中で、こうして韓国からわざわざ呼んでくださってまで、皆さんと直接会える機会を設けてくださったことにありがたいということはでは足りないくらいの心境です。そもそもサイン会ってのは好きなところにサインをしてもらうわけではなく、その場で本を買ってくださってサインをするというイベントじゃないですか。でも大体サインまでもらいに来てくださる方々のほとんどはすでに本を買ってくださってる方々ばかりじゃないですか。それなのに本が重複してでもわざわざ時間とお金を割いて新宿まで来てくださるわけじゃないですか。これを私も手ぶらで返したくはないわけですよ。それにこんな機会めったにないじゃないですか。事前にいろいろお見せしていたように皆さんに私からもぜひ何かプレゼントしたいと思いまして、直接アイデアを練って直接業者さんを探して直接すべてデザインして、韓国で事前に自ら注文制作しておいたグッズを日本へ飛ぶ際全部トランクにすべて詰め込んでいったので、思いのほかめちゃくちゃ重かった。どんだけ重かったって、私生まれて初めての空港で重量オーバーの料金を払いましたね。特に重かったのが特製携帯用カバン掛けがね、120個ともなると相当の重さだったわけですよ。この際封筒まで全部発注して作っておいたのですが、全部事前に詰めておくとすごいことになってしまうので、業者から届いてそのままを韓国から持ち運び、手分けは出版社の関係者様に事前にすべて手伝ってもらったってわけです。ちなみにブックファースト新宿店なのですが、いや新宿にこんなでっかい書店さんの西口にあったとは。新宿って東側に行くほど繁華街っぽくなるじゃないですか。反面反対側の西口の方はでっかい会社が多くて、その中でも群を抜いてでっかい建物の地下に書店さんがありました。見てくださいよ、広い広い広い、とにかく品揃えがすごい。私も次から新宿に行く機会があったら、本を買いに行く際にはブックファースト新宿店さんを利用すればいいやと思ったほど、とうとう快適で何よりもおしゃれで、この本屋さんのすぐ隣にこうした広いイベント用の空間がありまして、そこで今回サイン会を開いていただいたわけですよ。第1部のトークショーですが、私と英語という自由テーマで、私が英語と仲良くなっていたヒステリートークをパワーポイントで用意していきまして、45分間も披露させていただきました。まあ皆さん居眠りすることもなく集中してくださったお顔の一つ一つが今でも目に焼き付いております。でも嬉しかった、ありがとう。まあこれから英語をもっと身近に頑張りたいっていう方々には少しでもヒントになる話ができたのではないかなと思っております。そして第1部のトークショーに来てくださった方々へのサインが終わり、休憩後の第2部ではサインのみもらいに来られてお客様方をお迎えしてサイン会を続けたわけですが、一人お一人とっても貴重な時間を過ごすことができました。びっくりするほど本当に幼く見える男の子にまで本がどう良かったか感想をいただいたり、10年以上前にやっていたブログ時代から見てますと来てくださった方もいたり、あっという間ですが本当に楽しい時間でした。サイン会といえば私のサインをもらっていただく日でもありますが、こうして私が相手のサインをしやすいようこうして事前に書いてほしい名前を書いていただくのですが、これはもう皆さんからのサインを私もいただけるってことでもあるじゃないですか。皆さんからのサイン大事にします。本当にいつまた会えるかわかんないじゃないですか。どんな思いで来てくださってるかわかんないじゃないですか。この人との時間を1秒たりとも無駄にしたくなくて、つい私からもいろいろ話しかけてしまいましたが、私も慣れっこではないので皆さんにとってもちゃんとこういう時間になってくれたかどうかわかりませんが、少なくとも私にとっては本当に宝物のような時間でした。そしてイベントも無事終わり、せっかく東京を満喫できる機会でしたので、美味しいものを食べたり、完全趣味のお買い物に行ってみたり、完全に聖地巡礼してみたり、とっても充実した日本の旅を過ごすことができました。そして極めつけは久々の東京ですので、また2019年のサイン会の時のごとく、深夜直前、ライトが消える直前の東京タワー見学。私東京で何気に一番好きな場所は東京タワーなんですよ。ありきたりっぽいですけどね。むしろ東京の方々はあえて行かなそうな東京タワーにわざわざ行くってところが外国人らしいところ。でもね、本当に真下で見上げる東京タワー本当に綺麗。特に7月から9月はライトアップが若干違うってご存知ですか。いつもオレンジ色の真ん中の部分が夏の間だけ涼しい白でライトアップされてるんですよ。前回のサイン会が2月でオレンジ色だったんで、今回は白の東京タワーが拝みました。またいずれ綺麗な東京タワーを見に来れる日を祈りながら、日本の皆さんの健康と平和と、なんかいろいろ素敵な日々を祈りながら、それは日本を頼むよみたいな何様気分でいろいろ願いを込めていたら、深夜0時になってライトが消えました。東京ありがとう。まだまだいろいろと至らない私ですが、もっと頑張りますね。もっとちゃんと皆さんの役に立てるよう頑張ります。本当にありがとう。本当にありがとう。かっちゃんでした。